上納金の話ですよ。恐ろしいですね。私も思い出すだけでヒヤリハッとする。まあそんなことはないですが、感覚的に上納金って言うとなんか無理やりな感じなんですが、本来は進んでやるっていうか、なんていうのかな、いやいややるものではないんですね。景気のいい時ですよ。要するにその組の大門のおかげで、その二次団体なら二次団体、三次団体なら三次団体、その組の意向で飯が食えてる。そのありがたみで、それを自分たちが稼いだ金、分取った金、恐喝した金、博打であげた金を自分の親分のところに持っていくと、ありがとうございましたということで持って行かせていただきますという金額なんですね。本来は元々の感覚で言ったら、博打の上がりだとか敵屋さんの売り上げの上がりなんで決まっているわけじゃないですよね、元々は。ところがまあ現代近代においてきちんとその割と会社制度だとか、こういった今の社会構造になっていった時に固定費がかかる。昔だったら親分の自宅、事務所っていう形がないもんですから、本宅にかかる経費だったりっていうことをみんなでやるっていうことだったりしたのかもしれませんが、本宅とは別に事務所、事務所っていうものを自分たち若い衆たちが使っているんだから、自分たちが使っているものに対して自分たちが払うっていうのは、そんなものは当たり前のことなんで、ただそれをみんなで集めて運営するという形が上納という形になったわけですよね。当然親分の使う生活費っていうものもそこに含まれるということになるんで、本来であれば合理的なシステムだったはずなんです。ところがその上納金で最近やっぱり揉めておりますよね。その使い道、金額、その代償でやっぱり立ち行かない。要するに先ほども言ったように、自分たちが儲けて潤っている上の中の金額であればできるんですが、その金額だけが確定してしまったもんですから、そのお金を作るのに必死になっていく。まあ、最近ではあまりないと思いますが、上納金が払えないから処分される、降格されるっていうことがあったんですね。一時金も払えないのか。でもよくよく考えたら、お金が払えなくて降格処分やめていけっていう、そんな残酷なシステムはないわけですよね。補助会みたいなものだったわけです。で、それを組織化して構築し、強固なものにしていくっていうことには、もう全てにおいてお金しかないわけですよね。金が全て力の源泉になるんで、なるべくみんなでたくさんの人数集めて、少ない金額だったらたくさん集めて強固にするっていう合理的な考え方から成り立ったと思うんです。実際そうだと思います。それが決まった金額、役付け、位置関係において金額を決められたもんだから、ことの構造が変わってきた。まあ大きな宗教団体も似たようなことになっていると思います。いろんな役職、いろんなしがらみで、会費とは別に臨時金、特別徴収っていうことが当たり前のように行われてきた結果、疲弊していったっていうことですね。これはどんな団体にも、民間の団体、 NPO 団体、社会福祉法人とかでも見受けられるような現象が反社会にも起こっているっていうことです。自分たちが生活していけれるならまだしも、生活していけれない上、上納金だけが毎月のように被さって、払えないって言ったら延期にならなくて、それが加算されていくような格好になると、まあ、よくあるのはどういうことかっていうと、組を預かる本部長、要するに経理を預かる事務局長あたりが見逃してあげる。今月はいいよ、次の月はいいよっていうことがどん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 溜まっていくと、誰かにしわ寄せが寄ってったり、払ってるものと払っていないものの不公平感が出るということで、そこにおいてその序列だったり、まあいじめと言っては言い過ぎかもしれませんが、そのようなこと、まあ簡単に言ったら、学校で給食費が払えない子はやっぱり惨めな思いをするのと一緒で、ヤクザの社会の中でも、あいつ2ヶ月も払ってねえぞと、なんだよ、いやそれなのに威張ってんのかと、それなのに射程なのかっていうことが起こってきちゃってるわけです。となると顔も出せない、意見も言えないから、まあやめていくっていうような結果になっていく。まあそういう形でどんどん疲弊しているっていうことなんですね。もうそもそもこの上納金システムっていうものが破綻に来てるんじゃないか。だから結局運営していく以上は自分たちでやらなきゃいけないんで、上納金という言い方は違いますよね。本来で言ったらもう維持費ですよね。自分たちが使う施設のお金は払わなきゃいけない。スポーツクラブでの会員さんもそうですよね。そのための会員のプールを使ったり器具を使ったりするわけだから、当然お金がかかるという風な感覚にしていかないと。だから認識を変えるような構造改革だとか立て付けっていうものを
改革する時期だと思いますけども、任教団体という形でやってますから、そのもの自体を変えるっていうのはなかなか難しいと。まあ私が常々言ってるように、もう反社会、893組織はもう、壊滅に向かっていく。もう、緩やかに壊滅に向かっていく。ただ、そういう生き方をする人たちがなくなるわけがないんで、違う形で生き残っていくのか、皆様の社会に埋没していくのか、ということの今がちょうど分岐点になるのではないか、